こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パラダイスクリープ、これはいいスタートを切りました。ルアー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくパラダイスクリーク行きました。続いて前へ行くのはルアー、さらにはノーザンストーン、7番モニカフェイ、その後ろ東海帝王、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。パラダイスクリーク先手を取りました。並んで9番ルアー、レジェンドファッション、この馬もこのグループ、その隣にノーザンストーン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアフターソネット、これに続くのがパラダイスクリーク、その隣にノーザンストーン、その横にレジェンドファッション、スマートスクワート、そのうちに続いています。その外にフローラルメロディー、並んで8番マッチレスシュール、セイクリッドラック、この馬もこのグループ、その後ろからはマーベラソイン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ3番アフターソネット、2番手はノーザンストーン、ルアー、3番手東海帝王、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はルアー、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 ルアー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。東海帝王抜けた、東海帝王もう一伸び、東海帝王ゴールイン、東海帝王一着、2着にはどうやらルアー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。東海帝王まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。キャプテンアマゾン前に行きそうです。デアリングリーフ、それに続いています。さらにはダイトリック、12番ディリックファンタジー、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはキャプテンアマゾン、内からはディリックファンタジー、ソウルグレース、そのうちに続いています。雪の美人、好位をキープ、赤の帽子、ダイトリック、その後ろ。すぐ隣にビューティハピネス、並んで9番プリティコロナ、その外にデアリングリーフ、その外からスピードシャレード、内からはコラゾナ、ビクトリーファルコン、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはキャプテンアマゾン、さあ先頭は依然として16番キャプテンアマゾン、まだ粘っています。ディリックファンタジー、ほとんど差がありません。3番手に雪の美人、絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は雪の美人、残り 200m、 先頭は雪の美人、サイエダティ必死に追いすがります。雪の美人厳しいか、ジョコンダスピードシャレード食らいつく、ジョコンダ、ジョコンダ1着、2着にはどうやらスピードシャレード、勝ったのはジョコンダ、見事な勝利です。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。おっと、ビクトリーウッド、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にエイシンパレード入ってゲートイン完了です。
スタートしました。ビクトリーウッド、ちょっとタイミングが合いません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。マスターフェアリー前に行きそうです。続いてソウルコマンダー、その外からアドマイヤソニア、内からはトライトエンパイア、オレンジの帽子王将リズム、その後ろすぐ隣にレーシンパレード、当選スパークル、そのうちに続いています青の帽子マイネルコロネット、その後ろオールホワイト、すぐ後ろ並んで9番エンゼルドール、その後ろからはアイキハント、その隣にブルーカフェ、その横にエイシンアーク、しんがりからラグビードーター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでアドマイヤソニア先頭に変わりました。ビクトリーウッド、ほとんど差がありません。キシアリダー B1 です。さあここからどうか。アドマイヤソニア先頭、差はほとんどありません。2番手はホライトエンパイア、先頭を捉えるか。さあキシアリダー一気に来た。エンゼルドールいっぱいになった。残り 200m、 アドマイヤソニア先頭だ。アドマイヤソニア先頭、一気にホライトエンパイア、レーシングアーク、レーシングアーク1着、2着にはどうやらキシアリダー、安定してやったり。 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはレーシングアーク、